日本人の死に方っていうんですかね、うん、日本人と死みたいなことがなんか大きなテーマになったような一年だった気がするんですね、うん、死者と今生きている人間との関係とかね、死者をどういうふうにこう自分たちが記憶し続けるのかとか、あのそういうテーマが一気に吹き出してて、うん、実はあの民間伝承とかそういうあの年中行事とかね、うん、そういうことはすごくこう生命感、日本人とつながってる部分があって、うん、私たちはどうしてもこう自分の人生を誕生から死までっていうふうに一つの断片みたいに考えちゃうけれど、うん、多分日本人の多くの人たちが現世だけじゃなくて前世もあればその死後の世界もあって、こうなんか命の大きな流れみたいなものを日常のそういうこう伝承の中でこうどっか確認したりみんなで共有してるような感じがあって、だから僕はあのシリーズは一つはそういうようなふわっとしたこうあの今の私たちの暮らしが忘れかけている、うん、なんか日本人にとっては、うん、すごく大きな大事な部分を、うん、ちょっとこう見せてくれる部分があったかなと思うんですよね、うんうんうん、いや、あんまりね、僕はそう難しく受け取ってなかったんですけどね、こう水郷でやってる人たちがいるなと思って水郷はいいなと思いながら見てたんですけど、はい、本当に、うん、つまり完全に僕は都会の人間ですから、まあ都会ってあって畑があるように住んでますからね、でもなんかそういうものから切れてるんですよ、初めから自分が、うんうん、そうするとその今おっしゃったようなことが自分の中にどういうふうに残ってるかっていうことには敏感になってるんです、うん、友人が死んでもまたどっかで会うわってこう思ってるこの自分は一体何者だろうとかね、うん、そういうものをそのあんまり突き詰めても仕方がないからそのままほったらかしにしてあるんですけど、でさっきちょっと話に出たチベット死者の人など四十九日はその魂がこうさまよってるから、その次に生まれ変わるにしてもいいところに生まれ変わるようにね、こうそのお経で教えてあげなきゃいけないんだっていうのはとても納得したのはね、そのいつも大体ある場所に行くとそこで全員のお参りしちゃうんです僕は、そのまあ自分の両親も飼ってた犬もそれからいろいろ恩義がある人も友人も先輩もそのご先祖も、それからそこに祀られてる人たちもね含めて全部一緒にお参りしちゃうんです、はい、でところが死んだ直後しばらくはねまだここに来てないって感じがあるんですよね、あ面白いですね、四十九日かどうか数えたことはないんですけど、そのうちにある日あもうここにいるなって感じがしてくるんです、あこの感覚っていうのは多分その四十九日みたいなものを生み出すこう脳の働きのもっと古いなんか原型質がね、自分の中にも残ってるからじゃないかなとこう勝手に想像してるんですよね、そこら辺そのくらい当てどもないものになっちゃってるんです僕なんかは、だけどそのどうも自分の脳みその働きというのが意識的に考えて物事を決めたり論理で決めたりしてるんじゃなくて、なんか得体の知れない闇の中で決めててね、それでそこに静まってほしいと自分が願ってもね勝手に動いてて静まってくれないって、そういうものを感じながら生きてると、それがその死生観とかそのあの世がどうのこの世が生まれる前がどうのこのっていうふうに形にしなくてもなんか随分に色濃くいろんなものがそのこう神は光なりっていう形でこう成罰されないでね、うん、自分の中に残ってる、うん、でそういう残ってる人間がこういう番組見てると、うん、なかなかいいもんだなと思いながらそれで寝ちゃうというね、それで少しも賢くならないっていうそういう、まあ、ことにつながるんですけど、そうだからその形にしようもない言葉で説明しようもない部分を非常に多く抱えて生きてる、でそれは人によって もちろんレベルが違ってて、その家のものと話してても全然受け取り方が違いますけど、うん、でもなんかそういうへんてこな部分が相当自分たちの中に特に年を取れば取るほど、うん、そっちの部分が増えてきてね、うん、
そこな、そこをどうしたらいいのか分かりませんけども、うん、そういうもんだってこう思うようになってです、うん、そのまま受け入れてるんです僕は、うん、それでこういうお祭りもほとんど何かそうやってやると穏やかな気持ちになったり、うん、とてもすがすがしくなったり、なんとなく祝福されたような気がするというようなものでお祭りというのは行われたんだと思うんですよね、うん、盛り上がった、よかったっていう、うん、なんでよかったのかよく分かんないですね、うん、そのためにもうすごい散財をしたり、そのためにお金を貯めてたり、大変な労力を払ってね、それでいや今年にはいい祭りだったって育ってしまうっていうね、そういうことの良さですよね、そうですね、そういう形でしか、うん、その決着がつけようがない部分が僕らの心の中にあるっていうね、うん、そこが面白いですよね。あ、やっぱりこれはまあ東の外れにあった島で原始的なものを随分そのままいろんな形で色濃く残してきた島なんだなっていう、うん、これは簡単には消えないなと僕は思うんですよ、うん、さっき95年がね、なんかこう日本人の戦争だとか事故だとか、うん、まあ、無残な死に方をしたってこともあって、実はその年の8月の16日に日本中の地方局でお盆の行事を取ってるんですよ、必ず、うん、でそれをうまくまとめて、なんか日本人の死に対してのこうそれぞれの地域の扱い方みたいなことをまとめた特集作ったんですけれど、うん、実にきめ細やかにね、13日が迎え日があって、うんうん、でお盆が終わって16日の送り日まで、うん、非常にこう例えばその先祖が帰ってくるための夏の野菜のきゅうりとか、うん、ナスをこう馬に見立てて飾っていろんなごちそうを作って、うん、であるところですと仏教以前の儀礼が残ってて、うんうん、鳥取県の大山の麓なんですけれど、うん、ご覧になってると思うんですけれど、捨て墓と祭り墓、見ましたね、土葬でまずは捨て墓で、その亀っていうか木の枠に入れて、でずっと白骨になるまで埋めといて、でそろそろもう個性とかみんな思い出がなくなった頃にようやく祭りばかり、うん、でこうその時にみんなこうちっちゃな松明で仏さんを迎える時に、うん、粉かり粉かり、うん、じいさんばあさんございございうん、粉かり粉かりじいさんばあさんございございって言って、うん、粉かりってどうもこの明かりなんですよね、うん、でじいさんばあさんと呼びかけて、うん、いらっしゃいございございで、その日でずっとこう自分の家の祀られる場所まで連れてってあげるとかね、で最後はまた火をつけて、じゃあまた来年お帰りになったら家族守ってくださいみたいな、そういう儀礼が残ってたりすると、なんかこう生きてる人も、あ、自分が死んだらああいうふうにこう結構家族とか村とかなんかで いろいろこうどっかで切れないんだ、無縁にならないんだっていうことを感じられるし、なんか死ぬことがそんなに怖くなくなるとかね、いろんなこうなんかことを考えさせてくれる、うん、ものがたくさんあるかなと思うんですよね。電車にホームに迎えに行くっていうのがありましたよね。ホームね、それでその自動ドアが開くと、いらっしゃいってこう、先に立って歩いて提灯を連れて座敷まで案内して、そこにちゃんと料理を据えて、その前にお風呂入ってくれっつって、それでお盆が済むとまた駅まで送りに行くっていう、それは売薬をね、薬を売って歩いた人たちが出稼ぎのこう村だから、面白いですね。ただだから何かそういうね、それがいいとか悪いとかっていうよりも、そういう風にすると落ち着く部分が自分たちの中にあることは確かと僕は思うんですけどね。自分流に僕は勝手にやってます、それはもう伝統的に来てるから、自分流にやってるだけですけど、友人が病院で死んだんですけどね、本当にグズなやつで、状況の変化にいつも対応できないっていうか、とてもいいやつなんですけど、それで苦しむんですよ、その状況に合わせようとして、で死んだ時も
あいつまだ自分が死んでないの、死んだことに気がついてないなっていう確信があったんですよね。なんか病院でずっと立ってるような気がしましたね、うん、お葬式が終わってからです、うん、で病院に迎えに行ったんですけど、いくらなんでもちょっと変だよなと思って僕はそのまま一回帰ってきたんですけど、うん、どうしても落ち着かないから、うん、とうとうある日病院に行きましてね、うん、でそのまま面会のところにちゃんと死んだ友人の名前を書いてですから誰も気がつけしないから、うん、そのまま病室に行って、もちろん違う人が入ってますけど、もう看護婦に顔を割れてますから、挨拶なんかしながらこう、廊下にしばらく立って、早く気がついてくんねえかなと思って、それで帰ってきたんです。で、自動ドアに挟まれちゃいけないからしばらく立って、本当間抜けだから、まあ、本当に自分の気持ちの納得ですけど、助手席のドア開けて乗れって言ってね、うん、そいつの家まで送るからって、うん、で走り出した途端に気が済んじゃいましたね。へ、もう一応家まで行きましたけど、でももう走り出した途端に気が済んで、もうすっかりそのことから解放されちゃいました。あ、だからその本当にそういうこと、そのシートがこう一瞬沈むかなって見たけど沈むはずはないでもそういうふうにやったらこう自分の中でそのお葬式とはそのと違う意味での何かが進んでね、ああ死んだなって感じで、なんか何ですかね、これだからでもそういうことにあんまり逆らわないようにしてるんですもん。いや、なんか今のお話伺って、実はこのシリーズで、死者の住む山があると、すぐあの里山のちょっと奥に近いところに、で四国の香川県だと思うんですけど。嫌谷参りってあるんですよ。でそれはですね、ある死者が出ると、うん、死者が出た翌日にですね、そこは仮葬なんですけど、ね、お墓までいろいろ親戚とか子供たちが行って、うん、死者を背中に背負って、うん、早朝なんですね、うん、それで山にこう死者をお連れするんですよ、うん、で結構長い距離なんですけど、うん、山に登っていくときにできるだけ人に会わないようにすると、うん、会っても一切口を聞かない。それで山にお連れこう背負った形でみんなこう行列しながら、行列って4、5人ですね、うん、あの山へ着くとどうぞこの山でっていうお参りをして、うん、今度は絶対後ろを振り返らずに戻ってくる、うん、そうすると亡くなった方は死後の魂がその山にいらっしゃるというふうにみんなが信じて、うん、どうもそれはあの今の話って大体仏教とかなんか以前でね、仏教ですと極楽とか地獄とかって言って随分遠い世界ですね、西方上で、キリスト教も天国だし、そうするとなんか日本人の死者の住む原風景っていうのはすごく身近で、自分のふるさとの森の奥の山とか海とか近いところに全部その、あの死者がの世界があるっていうことを、うん、その考えてるだけじゃなくて、そう一つの儀礼としてずっと何百年も伝えてきて、うん、今宮崎さんがなんか自分なりの方法でなさったことっていうのは案外宮崎さんだけのことではなくて、大きな日本人がなんか共有した気分っていうか、なんかなんじゃないかなってまあ、僕は自分のこう気持ちに浮いてきたものに無理しないで従おうと思ってるだけで、うん、人にそれを一緒にやれとかね、うん、そういうふうな気持ちは全然ないんですね。納得感みたいなもんですか、そういう時に。なんか気に心がかかる。本当に自分でもあっけに取られましたね、うん、せっかく横に乗せてね帰ってくる途中でもう全然別なことを考えてる自分に気がついてびっくりしたんですよ。あ、もうすっかり済んだんだって、本当に済んじゃったんですね。でそのうちにどっかでまた会うわと思ってるんですよ。いや、それだから嫌な参りをしてる人も多分山まで登った瞬間に済んじゃうんだと思うんですね、うん、そうですね、きっとね、うん、そうだと思います、ね、すっきりと。まあいろいろあるにしても、うん、でもまた自分もそこに行くんだと思ってるでしょうから、また会うんだっていう意識だと思うんですよね、だから、いや
あのカラマーゾフの兄弟なんか読んでて最後にね、また会うんだって言うとね、そりゃそうだろうって、うん、なんかこの雑なところに引き付けてこう解釈してしまいますけどね、うん、よくわからないところですけど、そのただそういう全近代と言ってしまうのか何だ知らないけど、自分たちのこの動きの中、働きの中にそこの方にあって、その部分は案外あんまり変わらずに、人によっていろんな出方が違いがあるにしても持ってるんじゃないかなっていうふうに思ってますからね、うん、だからこれはやっぱりこの島の中に住んできた人間たちがずっと引き継いできたもんで、いろいろ外国から取り入れたけど、なんか根っこの方はあんまり変わってないっていう、うん、